安心して。野外作業は僕の得意分野なんだ。ゴーゴーゴー、一番中央の大きなやつがまた強くなってる。これ以上はちょっと厳しいかも。これからもっと面白くなりそうって、私の楽しいことレーダーが鳴りまくってるけど、つまりそれってもっとヤバくなるっていう。あ、ステラやめる。アル、ステラ、あれ、ステラの様子がおかしい。アルよ、中からモンスターが出てくるなんて、本当に面白いことになってる。リーダーっぽい何匹かはさすがに硬くて強そうね。私たちで本当に相手できるかな。黙って、異世界の声が聞こえる。うるさい、なんでこんなに人がいる。やってしまえみたいなことを叫んでる。頭が痛い。待って、一人強そうな人が必死に叫んでる。私たちに何か伝えようとしている。早くコアを破壊して。ま、任せてください。すごい、強すぎる。今だ。さ、可愛い子ちゃんは少し下がって、怪我をしないようにね。みんなすごい人ばかり。むしろあの人たちの方が映画の主人公っぽいやる。カオ様も大人になったらみんなみたいに強くてかっこいい人になれるのかな。これはクライマックス前の下地作りさ。主人公がベストな状態で最終決戦を迎えられるようにね。だから君は今無傷の状態を保たなければならないんだ。カオ様もミノバンの一員ある。みんなの後ろに隠れてばかりは嫌ある。みんなと一緒に超天変地異爆発級昇天宇宙無敵天下第一、何代目か忘れたけど、このカオ様の獅子舞があれば士気マックスあるよ。行くある、奇声交渉。何やってるのよあの子。あんな大きな声で叫んだら喉を壊すよ。コンビクトじゃあるまいし。いいじゃない、ビビった雑魚を片付けやすくなったよ。かかってこい、くらえマイクアタック。ガオさんも自分なりの方法で私たちと一緒に戦っているんです。私も頑張ります。いい感じだね。
救済を与える。どうか安らかな眠りを。この人の攻撃力は予想より低かったのですが、あまりに丈夫すぎます。これではキリがありません。戦闘時間が当初の計画をはるかに超えているため、一旦撤退した方がいいと思います。一般人のガオちゃんがずっと共同域にいるのはさすがに。王様の獅子頭が怒るあるよ。うえい、やステラ、どうしたんですか？周りの敵も様子がおかしいです。弱まっています。ステラちゃんはガオを守っているの？私たち非戦闘員は先に撤退するから、みんな頑張ってね。はい、今回の撮影ではもう十分に素材が集まったじゃないか。一旦帰って素材をチェックしてみよう。ディスカーまであともう一歩なのに、話すある！まったく、ディスカーなんて一番つまらないものだよ。本気であれが欲しいならスタッフさんに根回ししてもらえば、いつだって…うわっ、やっぱり彼女だ。見覚えがあるぞ、ゴシップレポートの特ダネだ。
あの巨大な青いモンスターがいなくなってるの。やっぱり倒された？ってことは彼女は密着取材のために来ていたのね。こんなにスリル満点の題材を選ぶなんてさすがよ。みんな、カオ様に会いに来てるのか？監督、